新成和川ダム。新成和川ダムは、岡山県高橋市備中町西の地崎、一級河川高橋川、水系成和川に建設されたダムである。高橋川は、岡山三大河川の一つであり、特に川口部は、水島臨海工業地域等があり、工業生産が盛んな地域である。戦後急速に、工業地域は拡大していくがこれに対応できるだけの、 電力供給のための整備割れていた。高橋川水系では、成和川の右支線である、大尺川に1924年、大正13年大尺川ダム、重力式、コンクリートダム62.1メートルが完成していたとは、水力発電は突起するものがなかった。このため、中国電力は、新規電源開発地点として成和川中流部を選定し、 1963年、昭和38年により、新な和川発電所建設計画として3カ所の発電専用ダムを建設する計画を立てた。その根幹施設が新な和川ダムである。ダムの形式は全国に12基しか存在しない重力式アーチダム、包み高は103.0メートルと日本最大規模の重力式アーチダムである。 発電所である新成和川発電所は下流に建設された田原ダム重力式コンクリートダム四十一点零メートルとの間で自流混合式用水発電を行い認可出力は三30十万三千キロワットと当時としては西日本最大の水力発電所であったさらに下流には放流した水量を調整し河川流量維持と発電を効率化するための逆調整地として 黒鳥ダム、重力式、コンクリートダム15.5メートルを設けた。3ダムとも1968年、昭和43年に完成し、以後日中地域の電力需要に貢献をしている。ダムは発電専用であるが、工術する工業用水の供給も目的としており、多目的ダムとして位置づけられる。ただし洪水調節機能は持っていない。 このため豪雨の際の緊急放流によって下流の水害を増幅したとして昭和40年代には新成和川ダム水害訴訟が起こされている判決は原告敗訴。新成和川ダムは発電のほかに水島地域、小島地域、笠岡地域の工業地域に対する工業用水の供給という重要な目的を持っている。これは岡山県企業局による 工業用水道事業に基づくものである。戦後、水島や玉島等を中心とした水島臨海工業地域をはじめとして、瀬戸内海沿岸の工業地域は急速な発展を遂げつつあった。これは陸上交通と海上交通の両方に有利な立地条件であることが原因であり、川崎製鉄、原、JFE スチール、三菱化成原、現 三菱化学、三菱自動車、三菱ガス化学といった三菱グループの工場が進出し工業生産は盛んとなった。小島地域においても同様の状況が見られ、さらに通商産業省、現経済産業省によるビンゴ工業整備特別地域に指定された笠岡市にも日本交換をはじめとした工場進出が行われた。こうした工業地域の拡充は 河川より直接取水していた工業用水の逼迫を招き、新規の水源確保を図らなければならなかった。こうした経緯から、備中地域の大河、高橋川がクローズアップされたわけであるが、当時高橋川には、大石川ダムのほかは、農林省、現農林水産省が建設した小坂部川ダム、小坂部川しか、河川施設額、現状では対応できなかった。 1953年、昭和28年7月、国土総合開発法施行に伴い、中国地方の総合開発を検討する、中国地方総合開発委員会が設置され、その中に、高橋川流域総合開発専門委員会が設けられた。これによって建設省、現国土交通省など関連する行政機関との連携を図りながら、岡山県は、 高橋川総合開発計画を進め、洪水調節のほかに、工業用水供給のための多目的ダム事業を計画した。最初に計画されたのは、高橋川本川中流部、高橋市中開地先に報告ダムを建設することであったが、水没物件の問題から計画は中止され、代案として、新見市で高橋川に注ぐ、西側に川本ダム、中空力式、 コンクリートダム60.0メートルの建設に着手、1963年、昭和38年に完成した。これにより、工業用水の確保がしやすくなったものの、高度経済成長に伴う加速度的な、工業生産の拡大に耐えうるに、さらなる水源確保が必要となった。1961年、昭和36年岡山県企業局は、 水島臨海工業地域への工業用水供給を図るべく、水島工業用水道事業に着手した。そして川本ダムの他当時計画段階にあった、新成川川ダムに事業参加し、水源として活用することとした。両ダムより供給された水は、高橋川塩戸目税期、建設省管理地点より取水し西の裏上水場を経て、水島地域に送水する。 これにより、日量で70万8000トンの工業用水供給を可能にするものである。さらに1990年、平成2年からは、水島地域に加え、小島地域にも供給区域を拡大し、かつ老朽化した施設整備事業を展開することで、日量2万トンの供給を行う。水源については、新成和川、本領ダムのほか、1998年、 平成10年には、高橋川、本川最上流部に千屋ダム、重力式コンリートダム97.5メートルが、完成して、さらなる補給を行えるようになった。一方、笠岡地域に関しては1972年、昭和47年により、笠岡工業用水道事業が建設に着手された。これは、笠岡臨海工業地域に対し日量49,700トンの、 工業用水補給を行うことを目的とするもので、高橋川下流の船尾用水機場より、全長約2 2 k m に及ぶ笠岡共用導水路を経て、笠岡上水場から工業地域に送水するものである。1985年、昭和60年からは、模平工業団地に、1993年、平成5年からは、笠岡港地域にも、 用水の供給を開始している。なお、1968年5月より、農林省が進めていた笠岡湾干拓事業、1990年3月完成、の農業用水水源も新成和川ダムを利用する、異なった。このように、新成和川ダムは現在発電のほか、水島林海工業地帯など、日本有数の工業地域の水亀として、 極めて重要な役割を担っている。ダムによってできた人造湖は当初、新成和川貯水池と呼ばれていたが、現在は、微中湖と命名されている。総貯水容量1億2750万トンは、中国地方では山口県萩市にある同じ重式、アーチダムの阿武川ダム、安の川に次ぐ規模であり、新成和川ダムは中国地方最大級のダムと言える。 ダム建設によって100個以上の住居が水没したが、ダム棒にある水没記念碑には、ダム建設によって移転を余儀なくされた住民の全氏名が掘られている。また、成和側は、鎌倉時代には水運が発達し、1307年に水運航路が完成したことを記念して作られた記念碑で、国の史跡に指定されている笠上の文字岩が存在しているが、これも現在は、 湖の底である。なお、そばの剣道沿いに、レプリカが設置されている。ビッチュー湖は、ヘラブナ釣りのメッカの一つで、4キログラムを超える、大物も釣れるほどであり、多くのヘラブナ釣り師が訪れる。このワはカサギ釣りも盛んであり、諏訪湖で養殖したものを定期的に放流している。ビッチュー湖は、岡山県、広島県にまたがることから管轄する漁業、共同組合も二つあり、 各漁協によって釣りのルールが異なる。例えばボート釣りに関しては、広島県側上流は禁止、岡山県側下流は可能であり、入漁する際には注意が必要である。近年川による漁業被害が全国的に問題になっているが、備中湖においても急激に増殖しており、漁協では対策に頭を悩ませいる。ダムより上流には名称。 大赦教や新流湖があり、下流の高橋市街には創建当時から現存する十二の天守閣の一つで、唯一の山城である備中松山城がある。ダム直下の新成和川発電所は、予約をすれば一名より見学が可能であり、社会科見学に訪れる学生も多い。国道313号、国道182号、 岡山県道33号2位川上線、広島県道、岡山県道107号並び中線、岡山県道437号、下合想電線が最寄りのアクセスになる。岡山県側から新成和川ダム、田原ダムに向かう場合は、県道33号から県道107号、成和川左岸、または県道437号、成和川右岸を経由することになる。 また、広島県側から国道182号県道107号経由でダムに向かう場合は、上流部の道路が断崖絶壁になっているので運転には注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。